地元ではなんか美味しいという評判で、お弁当屋さんにしては、整ってますね。今日はですね、津山市の方にある、お弁当屋さんにね行こうかなと思って、今日来たわけなんですけど、地元ではなんか美味しいという評判で、ちょっとね一度行ったことあるんですけど、また改めてねご紹介したいなと思いまして今日、やってきたわけですけど、オープン営業時間がね朝早くからだいたい2時ぐらい、ちょっとね皆さんに今日はご紹介しようかなと思います。はい、1日1弁当ということで、こちらですね、うどんそばの自販機もあって、まあ、これあるってことはまあ相当古いことになるのかな、このお店自体が。はい、もう2時まで、2時半までなんです。あ、2時半までですか。朝が通りもう弁当がなくなったらいつも閉めちゃうんですけど、時間が来なくて。ここも長く やられてるんですか。31年目に入るのかな。やはり31年目か31年目です、はい、あ、ここで食べて大丈夫ですか。はい、どうぞ。はい、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、こちらでね食べることができるということで、整ってますね。お水、天使の水。こちらポットもあるんですね。先ほどなんかあのおそば、焼きそばとラーメンのカップうどんあったんですけど、これ用のあれなんですね。岡本ということで、こういう感じでちゃんと箸も、名前書いてますね。ありがとうございます。ちょっとサイズ入らないと、ちょっとやばい、ちっちゃい方がよかったかな。お弁当屋さんにしては、整ってますね。ポットあったり、
ちゃんとお水もあって、で電子レンジもあって、はい、すごいいい匂いがするんですよね、これ。ちょっとウスターソースね、かけます。おー、いいですね、これ。いい香りしてます。エビフライと、サクッとした感じですね、こちらがハンバーグということで。これハンバーグじゃないの、ナスビ、ナスビの揚げですね。はい、こういう感じでちょっとヘルシーなね、幕の内弁当ということで、ちょっとこれからいただこうかなと思います。揚げ物系からいただきます。うん、うん、こんな感じですね、中のいい味してます。レバニラですかね。レバニラですね。すごいなんか食べやすい味になってますね、これ。うん。いい味してますね。いただきます。ナスミ、うん、あ、ナスミじゃないですね、これ。ナスビかと思ったんですけど、これ中にね、お豆さんとか人参とか、なんだろうな、なんか練り物系な感じですね。すごい美味しいです、すごい。作るのに難しいんですよね、いろんな味があって。見てください、ふわふわです、これ。いただきます。すごいシンプルな味なんですけど、そんなに甘さ控えめというか優しい感じですね。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。